おはようございます。こんにちは、こんばんは。文化人放送局スタッフ T です。いつも文化人放送局をご覧いただきありがとうございます。 本日も文化人スタッフ厳選注目22時15分のニュースをお届けします。本日12月23日、米国、四国、傾向などの最新ニュースと日本のまとめニュースなどをご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。これはやばいと思った方は高評価を。こんな情報もありよって方はコメント欄で教えていただけると幸いです。本日もルールが厳しくなっている都合上、隠語を使わせていただきます。何卒とご了承ください。そしてまずは長尾さんの現状報告ですね。こちら。えー、現在、署名数が13,743名。 えー、応援募金が525万6600円となっております。皆様ご協力ありがとうございます。引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。それでは早速コンペに参りましょう。今日も数回のデータと紹介していきたいと思います。まずはこちら。日本のです、ね、日本のですね、H2 ロケット45号機打ち上げ成功。イギリス、インマルサット社の大型通信衛星を軌道投入。 衛星は全長7 5メートル、太陽光パネルを広げると4 7メートル、重さは5 4トン。ネタの反応知らない間にまた成功しているなお渓谷では一切報道されませんというまあこれはネタでこうやって言ってはるんかもしれませんがで、こう <laughs> 渓谷のことを触れてらっしゃるのがなんかネット民らしいなというふうに思いましたねでこちら30年までに えー、月着陸渓谷与党大統領候補が公約世界トップ5の科学大国を目指すというふうに言われていますね、えー、トップ5の科学大国というのは米国 EUC 国日本と並ぶ世界トップ5の科学技術大国に発展させると約束したということみたいですねでこちら小崎奈々さんのデータですアベノマスク廃棄の話題でなぜか渓谷メディアが日本政府叩きに便乗やっぱり 焼却場行き世界の長所を買ったと騒いでるけどあちら側は輸出を止めた C 国に日本が頭を下げまくって冷蔵しなかったことがよほどお気に召さないようです。結局に何か関係があるのかと思うけど C 国の顔色をいちいち気にしている国からしたら C 国に頭を下げなかったという C 国様へのアシストなんだろうかこちらにしてみれば C 国が C 国内にある日本企業の工場の製品まで C 国外に出荷させなかったのだからさせなかった させなかったのだから、どう控えめに見ても有効的ではないというふうに言われておりますね。こち,らこちらですね。警告政府が台湾長官の会議出席を直前に拒否。台湾政府は決礼に激怒も。シー国氏は評価というふうに言われていまして、オドリー・タンさんが警告のとの会議に出席する。招待が取り消しにされたということを、シー国の関営氏が評価する報道があったということですね。 いやめちゃくちゃですねで。こちら。アメリカ大学教授に有罪 C 国、専人計画参加報告せずという風なヤバいニュースが出てきてますね。こちら。ハーバード大学大教授 C 国との関係を隠した罪で有罪評決。専人計画に参加し C 国の武漢理工大学から給料として毎月5万ドル約550万 円の報酬を得ながらその事実をアメリカ当局に隠していたというふうなこれやばいニュースですね。でこちら 大学教授にスパイ容疑で有罪判決。専人計画参加も CCP の手先として買収されていたはず。しかもボストンの裁判所の判決が大きい。米国は司法でも地域による変更が目立つからだ。対中避難決議と北京冬季五輪外交的ボイコットすら日本ができないのは各分野に工作員がいるからだというふうに改正されていらっしゃいますね。で、こちら。インド太平洋へ空軍も派遣。来年ドイツ海軍トップというふうに言われていますね。ドイツも動き出してますね。で、こちら。 ここから米国関連。あ、これも米国関連ですね。バイデン氏、再選出馬の考えを示す。再選出馬の考えを示す。トランプ氏との再選に意欲というふうなことが呼ばれていますね。まだ81歳で迎える。2024年の大統領選を81歳で迎えると。これに意欲を示してらっしゃるということみたいですね。で、こちら。トランプ氏、アメリカメディア関係者に2 0 2 0年大統領選に出馬するというふうなことが言われているようですね。いやー、この二人の戦いがまた <laughs>、 繰り広げられるんですかねで一方こちらなんですが NHL が北京五輪参加見送りという風に言われていますね北米のプロアイスホッケーリーグ NHL と選手会が来年2月の 北京オリンピックへの参考を見,ることに見送ることで合意したとアメリカのスポーツ専門局が報じました。まあこの入り甘い関連のこととは書かれているんですが、まあ、他にもいろんな意義が,意味意味があるんですかね。で、こちら。国家主義国関連になります終始。米国への同調牽制処律 ドイツ首相と電話会談というふうに言われていまして、ドイツに牽制するような形になったようですね。でこちら、MI2 さんの辻です。台湾の事実上の大使館となる代表ろを設置したリトアリアに対し、C 国が経済的圧力を強めていることに、四国外交部超立憲報道局 副局長。C 国が他国の企業に不当な圧力を加えることはない。リトアニアがすべきことは C 国との関係悪化を触視し、誤りを認め、真摯に誤りを認め、改めることで米国に取り入ることではないというふうに言われていまして。いやー、これ本当なんですかね。このように言ってるだけなんですかね。で、こちら。C 国。 処理水海洋放出の撤回要求というふうなことが出てきておりましてこれに関して春田さんがこのようにおっしゃってます東電が福島原発処理水の海洋放水を規制委員会に申請四国は国際社会の懸念に真剣に身を傾け誤った決定を取り消せと重大懸念表明 四国のこちらの原発では南シナ海に年間42兆ベクレルも放出。WHO トリ,ウトリチウム飲料水基準の6分の1以下の福島を避難する謎。親中派の皆様はしっかり議をというふうに言われていますね。で合わせてこちら。四国に言うべきことは言うはずの 岸田首相も林外相もなぜ無言なのか。C 国のこちらの原発が南シナ海に年間42兆ベクレルも放出しながら WHO トリチウム飲料水基準の6分の1以下の福島を非難し誤った決定を取り消せと言い放つ C 国。科学的根拠を持って言うべきことは言ってください。現行不一致は許されないというふうに厳しく言ってらっしゃいますね。でこちら四国国台湾国軍や 総統警護官にスパイ浸透という報道が出ているようですね。ロイター通信は、四国本土のスパイは台湾国軍の上層部や蔡英文総統の警護官に接触し、重宝や浸透活動を行っていると報道したというふうに言われていますね。いや、これあってもおかしくないようなことですし、本当にやばいですよね、スパイってね。でこちら、債務再編へ積極協議、経営危機の四国広大というふうなことが言われております。経営危機に陥っている 四国不動産開発大手の C 国恒大集団は22日債務再編に向け債権者との意思疎通を積極的に保っていくとの声明を発表したというふうに言われていますねこれ、えー、やばいどうなるかまだ見ものというか注目というかどうなっていくのか様子を見たいと思っておりますでこちら C 国世界海運データを把握アメリカはその用途を懸念というふうなことが言われております CCP 政,権が政府が知られていない追跡システムを通して世界の 入国に関するデータを把握する能力を拡大させているアメリカ政府や業界関係者の間では、c c p がこのデータを商業的戦略的に利用し、優位に立ちかねないとの懸念が高まっているというように言われていますね。やっぱ情報戦の世界になってますね今ね。でこちら世界投資市場が不振、北京の魅力が低下というふうに言われております。国際的な 大手投資会社である AT カーニーの年次報告書によると、入り甘いの期間中、世界の主要多国籍,多国籍企業は、投資見通しについて消極的な兆候を示しているというように言われていますね。まあ、特にここでは、北京がなかなかというふうには書かれていますね。で、続きまして、こちら終始。香港立法会 選選びはあー失礼しました香港立法改選は成功香港長官と会談というふうに言われています香港のあの会議が成功だったというふうに言われているようですねいやーすごいですね c 国はねでこちら女性系教師支持の女性拘束 c 国南京発言めぐり c、えー、国のこちらではこちらの当局ではですね22日までに南京事件の 犠牲者が30万人だというデータはないと発言してきた除籍された上海の女性教師への指示を表明した女性を拘束した。アメリカのラジオ自由アジアが伝えた。女性は精神疾患の治療名目で病院に収容されたという,というふうに言われていました。これ怖いニュースですね。こちら山岡さんがこのようにおっしゃっています。岸田総理、林外相、茂木幹事長、四国はこういう国だ。あなた方がいくら態度を曖昧にして気を使っても、相手は全く曖昧さを許容しないどころか、 反対意見は精神病扱いで身柄を拘束されるそういう国の属国になりたいのか敵にも味方にも軽蔑されることがわからないのかというふうにおっしゃってますね。で、こちら香港大天安門追悼像を校内から撤去というふうに言われていますね。もう香港はもうね完全に変わり始めていますね。で、こちらここから日本関連ですね。役員任期制限党大会で自民、私 自民党の茂木幹事長は19日の BS テレビ党番組で党役員の任期制限など党改革について第1弾の山は来年3月の党大会だ党規約に関わる問題はある程度図れれ,れ,れればと思っていると述べた番組は16日に収録された茂木氏は近代政党にふさわしいルールを作っていきたいそこには 役員人気の規制も入ってくるとしまずは入れることから実施することで自民党が変わっているという姿を示せればと語ったというふうに言われています。でこちらポスト岸田のダークホース茂木氏林氏現政権の寿命次第でというふうに言われていますね。本市週刊ポストは自民党内で将来の総理総裁とみられている8人と野党第1党の立憲民主党の新代表に就任した泉さん。総選挙で 躍進した日本維新の会のホープで副代表の吉村大阪府知事を加えた10人を総理候補に挙げて長年にわたって日本の政治と政治家を取材してきたベテランの政治評論家ジャーナリスト11人に候補の中からポスト岸田の次の総理に押せる政治家、押せない政治家を選んでもらい点数化してランキングにまとめた総理に推したい政治家の1位と2位には先の自民党総裁選には出馬していない副平の2人が選ばれたトップの茂木氏は政策力外交力が多くの 戦車から高い評価を得たというふうに言われていますねいやーどうなんですかねでこれに関してこちら 加藤さんがこのようにおっしゃってます。ベテランの政治評論家11人が選んだポスト岸田の候補はなんと、茂木自民党幹事長と林外相。政策立案能力が際立って優秀だとか、よりによって高井氏、高市、佐早苗氏は外されている。一体どこに目をつけているんだろうか、あるべき国のリーダーの基準をぜひ教えてもらいたいというふうに言われております。で、えー、こちらですね、ポスト岸田の 懸念材料。河野氏はポピュリ、ポピュリス、ポピュリスト色強い。高市氏は全体主義的思想というふうに言われています。全体主義的思想ってここで書かれちゃってますね。いやー、なんかすごいですね。安倍晋三元首相退陣後、菅政権から岸田政権へ相当な急ピッチで移行が進み、将来を見据えた長期政権を築けるような代替わりではなかった。そんな岸田総理だからこそ、文書通信、 交通滞在費や10万円の現金給付相当など就任3ヶ月で問題が噴出しているポスト岸田こそ焼きけ焼き場ではなく腰を据えた政治家についてもらいたい政治のプロ11人にポスト岸田をに押せる政治家押せない政治家を選んでもらったあ先ほどの記事と連携してるみたいですねでこの中で、えー、このようにですね先ほど申しましたようにこのように高市氏は全体主義的思想というふうに言われているようですね こちら見ていきましょう。彼女は言葉の端々に権力を使って国民の思想、心情を制度で縛ろうとしてという意思を感じる。政策通で弁も立つし知名度も上がり国民の人気も高まっている。だが総理の権力の大きさを考えると全体主義的思想が見える人物は危険だと思うとこちらの政治ジャーナリストの方はおっしゃってますね。いやーなんか。 <laughs> すごいなぁと思いました。で、こちら。安倍氏頼みの限界自覚、ポスト岸田へ脱皮図る高市さなえというふうに日本経済新聞では報じられていますね。自民党総裁選で岸田文雄首相に敗れた9月24日夜、高市さなえは応援してくれた議員との結果報告会を終え早々に東京赤坂の議員宿舎に戻った自らの総裁選 公約作りでも何日も宿舎にこもった高市は友達外など自重する数が力となるこれからのポスト騎士で争いで仲間づくりがネックとなる成長会剰になっても基本的なスタイルは変わっていない党本部に出勤してし執務室に入ると帰宅するまで目っていうふうにここから有料となってますね。なんかすごい… でメディアをこうやって高橋さんの下げすごいですね。で、こちら、岸田政権が安倍政権の負の遺産を生産し始めたというふうに TBS があ報じておりまして、これはアベノマスクのことですね。はい、アベノマスクのことなどをここで紹介しています。 でこちら鳩山由紀夫さんがこのようにおっしゃってます。とうとうアビノマスク8000枚以上が強制廃棄されることになった。検品したら約1100万枚が不良品だったから捨てるしかない。その検査などに20億円以上かけたらかけたらしい。統計的には1000万枚、あ、失礼しました。1000枚調べれば十分なのにな何たる無駄遣い。ほとんど使われなかったアビノマスクに500億円かけた責任は誰が取るのかというふうに言われていまして。 でえー、一方、角田さんは、こちらのアベノマスクについて、アベノマスクのこちらですね、アベノマスク廃棄宣言に欲しい問い合わせが殺到、アベノマスクがもらえるのかなどの問い合わせ、担当者、昼食も取れない忙しさというふうに厚生厚労省の方は言ってまして、これについて角田さんがこのようにおっしゃってます。 岸田政権の安倍のマスク廃棄宣言にもらえるのかとの問い合わせ殺到。担当部署は昼食も取れない忙しさとフジテレビの一途が報道。私の知り合いには洗っては使い、洗っては使いまだお世話になっている人がいる。昨年組織的買い占めを止めた。同マスクは今も話題。廃棄なら取りに行くので私も頂戴したいというふうにおっしゃってますね。そうなんですよね。ここ組織的買い占めを止めたっていうところがこちらの安倍のマスクの特に、 えー、分かっておくべきところではありますよね。でこちら